あっちの隅っこの部屋から怪しい気配。そっちはただの資材置き場。そうなの？なんかお宝の匂いがしそうだけどな。ダメだよ、かすみちゃん。お宝があっても、勝手に持って帰ったら犯罪だよ。何を言う。悪の研究施設はダンジョンみたいなものだろ。ダンジョンの宝物は持ち帰っても構わんはずだ。ゲームや漫画にポイズンされすぎですよ。映画付け女に言われたくないわ。悪の研究か。まあそうよね。ねえくるみちゃん、違ってたらごめんなさい。もしかしてくるみちゃんはここに来たことがあるの？指導イスカのことにも詳しいみたいだし。別に、おかしいことじゃない。館内地図ならそこの壁に書いてあるし、イスカはお姉ちゃんも知ってるほどの科学者だし。本当に？何かを隠していたりしない？別に。でも、当たらずとも遠からず、とだけ言っておく。先、言ってる。くるみちゃん。先生、くるみちゃんはもしかすると、この研究施設の研究員の一人だったのでは？確証はありませんが、あの様子は、ほぼ正解と見て間違いなさそうです。どういう経緯で研究に参加したのかはわかりませんが、はっきりしてるのは、くるみちゃんがホムンクルスと指導イスカを止めようとしているということだけです。いずれにしても、自分が研究に加担した過去を隠したいと願うのは当然かもしれません。気になりますが、詮索するのはかわいそうでしょうか。そうですよね。今はタイミングを見計らっているだけかもしれませんし。私たちがくるみちゃんを大切に思っていることが、あの子に伝わっていてくれれば。うん。なんか考えすぎていたみたいですね。先生、ありがとうございました。さくやー、置いてくよー。ごめんなさい、今行くわ。先生、くるみちゃんのこと、見守っててあげてくださいね。そんな、寂しいことを言わないでください。私たちクラスメートの他に、誰があの子を心配できるんですか？私たちクラスメートの、私たちクラスメートの他に、誰があの子を心配できるんですか？すみません。もしかして、くるみちゃんは賢いから、自分で何か思うところがあるんだろうって、そう言いたかったんでしょうか。さくやー、置いてくよー。ごめんなさい、今行くわ。先生、くるみちゃんのこと、見守っててあげてくださいね。